どうも皆さん元気してますかいわくでーす今日は俺が読んだ本の中でシャブを打ってからの感覚の変化とか気持ちの変化が書いてあったものがあって面白かったからそれを話そうと思うんだけどまあ、初め打つじゃんそうするとねもう全身が鳥肌立つんだってもう毛穴大体鳥肌立つとさ 腕腕の毛がが立つじゃんでそれが腕だけじゃゃんんでそれだだけないんだって全身の毛穴という毛穴が逆立つんだフワって俺の友達も、まあ、やってるやつはすげえつバとんだ <laughs> もう髪の毛が逆立ってスーパーサイヤ人になるって言ってたんだけどそれなんだって、うん、でとりあえず立つとさブルブルするじゃんであと何かね例えで面白かったのが男しか分かんないかもしれないんだけど ションベンしてなんかブルブルブルってなる感覚がずっと続くんだってそれがうわーみたい <laughs> うずうずしたのがですごいねそれで五分経つとであとな気持ちいいから半開きとかなんだ目があってでそれが五分経つとどんどん視界がクリアになるのねで照明が変わってない同じ照明なのに光が眩しく感じるんだって。 で普段気にならないようなカーテンだったり部屋の模様っていう細部がめっちゃ見えるようになるんだで自分がさ飲んでるグラスの表面がめっちゃキラキラして見えたりっていうのがすごい変わってきてで喉が渇いたから自動販売機で外で飲み物買おうと思って外出たんだってそしたら街灯もめっちゃ綺麗に。 見えるんだってうわーって見とれながら自販機行って自販機の光もふわーってめっちゃ綺麗でそれでジュース買うじゃんジュース買ってジュースが落ちてガタ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 ンって落ちるともうめっちゃ響くんだってだからもう感覚がすごい増幅されてんだよね覚醒剤って覚醒してるんだ全部が視界もそうだし耳も全てにおいてうん だから普通には見えてないよねきっとカメラであの明るくとかできるじゃんでそれで明るくしてるのと同じなんだと思うよ、うん、だから普通には見えてない <laughs> そうでその後その人ね街行きてって思ったのってその人なんか新潟だったんだ住んでるのがねそれで昭和ねそれで街で ちょっと食い出してってなんかうずうずしちゃってでタクシー乗って街向かうんだでその時になんか窓を開けたんだよねその時の風も超気持ちいいんだってうわやっべえみたいな、うんだから何でももう気持ちいいんじゃないすべ、うん、てにおいてで街着いたらねなんか知んないけどナンパその人1回もした方がいいんだけどナンパしようって思ったのってなんか「えー、俺初めてとか関係ないっしょ」って ナンパしようみたいな感じでもうなんか強気になるんだってしゃぶやるともうそれが全知全能感ってやつ俺は何でもできるんだみたいなそれで羞恥心もなくなるんだってなこれやったら恥ずかしいとかさでナンパってまさにそうじゃんやった俺も初めてナンパした時はもうドキドキだったし ねえやる前とかなんかもううわどうしようみたいなので声かけたりしたんだけどそれが全くなくなってもうイケイケでいけるんだよねもう関係ねえよみたいなそれでその人女の人に話しかけてで番号は聞けなかったんだけど結構いい感じで話してくれて女の人もそれでまあ だろう遊び行くとか電話番号も聞けなかったけど、まあ、結構ちゃんと話せて「うわ俺全然できんじゃん」みたいなうんで、まあ、その1回でやめたんだけど「まあ俺全然ナンパうまいし、まあ、今日やる必要ねえか」って「俺はもうナンパのキングだ」みたいな感じの風に思っちゃってたらしいその人はで勘違いするんだと思うよ強気ででね俺思うけどその人 もたんだけど自分の都合のいいようにしか捉えなくなるんだってしゃぶやるとね言い方変えると強気っていうのはねだからその女の人さ喋って自分はめちゃめちゃ盛り上がってたって思うじゃんだけど実際は違う可能性は高いしゃぶやってんなって思う状態の時に俺話したことあるけどね知り合いと。シャキシャャキキのオラオララでダリー 普通じゃねえもんなんか面倒くせえみたいななんかチャキチャキしてすげえ自分はノリノリで喋ってんだけどさこれ絶対変じゃんとか全然楽しくねえけど圧力がすごくて喋ってるだけみたいな俺がうんだからそれはありえるよねだ最悪じゃないそのギャップ自分はすごいうまくできてるって思うけど実際は違うみたいなでその強気がもうどんどんシラフにも影響してって やってなない時でも王兵になるんだよね口調だったりその態度が、うん、強気だからあれめんどくさいからねマジでなんか、うん、なんか口調とかね言ってる内容以上になんか口調とかが変わる普通なんか話してる温度っていうか、うん、冷めてるやつって性格悪くなったこいつみたいな,なんかやたら否定するようになったなみたいな 柔らかくなくななるねだから主観がすごくなっちゃうんだよね、うん、それで自信もあるからで客観的にも見れなくなっちゃうのともうしゃべやるとその都合のいいようにしか考えないってことはもう主観しかないじゃん、うん、だからもうなんだろうあと空気も読めなくなるんじゃない主観だけだから相こう言ったら相手がどうなるかとかさ それを感じるの共感力ってめちゃめちゃ大事だと思うんだけどそれが失われるねえ人として魅力じゃんそこって共感できるかこう言い方変えたりとかさこう言ったらあえて傷つくからとか考えていくのがまあいいと思うんだけどそれがなくなっちゃうよね、うん、で自分ではあ俺はすごいズバズバ正論を言っていけてるやつだみたいな思っちゃう。 だからね友達減るんだよあれマジでだるいもん、うん、だからまあそのもしドラッグをやってる仲間でこいつちょっと変わってきたなみたいななんかこいつ性格悪くなってきたなっていうのはシャブやの可能性はあるねそのシャブをちょっとやり出したってなってたとしたらねうんそれで 一番ね俺思うのがあそのシャブをやんない教育としていいのがなんか夢とかもしねリアルで未来の,その機械機械というかマシーンを,を作れたとしたらそのイメージというかそのをリアルに再現できるもので友達仲のいい友達がシャブをやってどんどん嫌なやつになっていく。 であいすごい人生がぶち壊れていく様を見るのが一番の抑止力になるあれは俺らの周りでやっぱりそれを見たやつは本当の意味で覚醒剤ってダメなんだなって思うみんなうんやっぱりそれで先輩の人でもそのすごい仲いい人がねシャブハマった人 の友達すごい仲良かった人はもう玉も髪もやんなかったもう草,すかし草しか吸わなかった俺らがやってる時やんないんすかもうっつったら「いや俺はもうやんね」っつってでそれはそのシャブをやったねもう一人の仲良かった先輩がおかしくなっちゃったからっていうの理由なんだよねだからやってるやって 人生ダメにしたなって思うやつの反省以上にそれを見てる方が強力悲しいもんし俺らはシらくでそれをしっかりと判断できるじゃんシャブでおかしくなってないからうんだからそれが一番効果的だからね将来あったらいいよね <laughs> そういうので学校でやるとうん本当シャブに対しての拒否反応は強くなるから でね玉やってる人で気をつけてほしいのが弾ととっってて飛びがちょっと似てるんだよもしかしたらシャブを入れてる玉もあったりするからさその俺シャブやってる先輩と話しててその人玉やったことなくて俺話してて「シャブと似てんじゃん」みたいな言われてアッパーでさそのなんだろう奥歯に力入っちゃうつってうわーみたいな力がみなぎってくるみたいな。 の話したら似てるよって言われたんだけどそれでやっちゃ絶対ダメだからねなんでかっていうと俺玉やってる人もいっぱいいたわけよそのイベント行ってる人でねで弾で人生変にした人って見たことないけどシャブは大体おかしくなる、まあ、やってる最中とか確実に人間関係変になるしやめた後はまあ普通にはなるけど 結局元には戻らない可能性がある、うん、その溝ができちゃうからねもうシャブやって合わない時間がその長くなってお互いに距離ができちゃうから前の元通りにはなんないのね、うん、でも弾はもう本当パーティーっていうかそのイベントことだけって感じだしみんな若くなってやんねえから玉、うん。だから俺みたいにシャブやってる人がいてで自分が玉もやってて でボーダーラインというかその壁がなくなってて油断してる時にシャブ打つと人生ぶっ壊すからねそれは本当に気をつけてほしい、うん、全然違うからもっと気持ちいいぜ、うん、ああもういいや人生って思っちゃうから、うん、でハマりやすいんだシャブの方がたまはみんなで、ね、楽しくっていうのだと思うけどシャブは一人でや,やるもんになっちゃうからさだからまあ ねえ俺みたいな環境にいる若い子たちはしっかりとボーダーライン見極めて自分の人生守っていってくださいそれではまた次回お会いしましょうストゥ